溺れてる。気になってはいる。隣さんが出勤してったわ。夏なのに寒いね。日は暑いけど涼しいっていうよりは寒い。ちょっとトレーナー着ちゃってるわ、寒くて。うん、コーヒー切ったな。気にはなるんだよね、小麦さんもね。けど怖くて手出せないんだよね。ほら気になるよーみたいなね。まあそのくらいじゃないと困る、手出されたら。この前も言ったけど、このテーブルと椅子は僕が用意したわけではありません。なんか知らないけど、ちょっかい出してる。なんか知らないけど、家のオーナーさんが勝手に置いていったやつ。意外と、なんかもう捨ててったんかなと思ったら意外としっかりしてるから、ちょっと使わせてもらってる。今8時半ぐらい。もう考えられないですね。カメがいなかったらまだ熟睡中です。いつもだいたい週末お昼の営業があるので、だいたいそうだな、10時とかぐらいに起きて、支度して11時ぐらいに出ていく感じかな。まあ準備とかあったらもうちょっと早いけど、10時半ぐらいに出ていく感じかな。それでも8時半にこうやってコーヒーを飲みながら外にいるなんてことは考えられなかった2週間前。気持ちはいいですね。日本の夏じゃ考えられないよね。朝からムシムシして。今日はね、ちょっとあんまり長く出しとけないから、ね、あの見張りながら。この前脱走した日は、まあ、ゆっくり半日ぐらいかなと思ってだから。なくても大丈夫なようにと思ったらだそうしたんだけど。あれは改良すれば大丈夫かな。まあ基本は近くにいた方がいいけどね。なんか他の猫とかもいるし、ね、あんたは平気だとしても
ね、そんな感じでしょうかね。8時半です。いやー今日もいい天気だ。ことに幸せを感じればいいのかなって思いますね。しかし腐って生えるの早いね。一昨日3日前ぐらいに前ぐらいに俺借りに来てたのにな。もう生えてる。そうで育ってたはずのあそこに鎮座してるあの方はですね、タンポポはちょっと食べるけど他は全然口にしません。下手したら昨日はなんだっけ、チンゲンサイとレタスはもうほぼ食べてたけどタンポポは残してました。それでも意地でもあげるけどね、はい、よいしょ。あったかい、気持ちいい。また脱走しようとしてますね、はい、それを見張る小麦さん。30分ぐらいゆっくりして仕事行きます。お、気になってる気になってる気になってるけど微妙な距離で距離をちょっとずつ何か見つけたかな。してあのあそこが気になるんでしょうか。何も入ってないんだけどな。日が出てきた。あったかい。暖かくなってきた。気になってしょうがない。
生活だったらいいんですけどね。の時間を作るためには一生懸命働かないとダメですねってことですね。まあそれが普通か。ですね、あの人元気ですけど、あの人ね、あったかく見えるけどすっごい寒いですよ元気に歩き回ってください。あの人は鳥を狙ってますね。あとはまだ草食べてますね。仕事の準備でもするかな。